一世のでパパザイルナです。ギリシです。ミユです。はい、はい、ということで本日なんですけどもタイトルからいきたいと思います。おい、リレーで料理を完成させろー。イエーイ、素晴らしい。まあたくさん料理企画をやってきました。その中で明確にはっきりしたことが一つあります。はい、ルナだけ料理の上達が早い。いやまあそうですね、うん、お弁当企画やったりとか、うん、まあ一生根に持ってるんですけど料理対決をしたんですけど、ね、卵焼きとかね、遥か昔に遡ると、うん、まあ料理じゃないお菓子を完成させた私、うん、伝説ですね。そうですね、はい、缶の中でパスタを完成させる技師とかあってね、はいはい、でもその中でもルナだけいつも料理美味しそうにできるじゃないですか。しかもちゃんと料理企画でやってんのよ、うん、その後に。いやそうなの、うん、俺らやんないじゃん正直ね。うち練習するわとか毎回言うけど、うん、料理してる形跡がないもん。もう家来てるみたいな来てないやん。いやよく行くけど、まあ、でも、はい、考えて何？いや、よく行くけど。いや、来てないですよ。遅っ。ごめん。だけど、はい、やっぱ私たち3人で1つじゃないですか。うん、1人だけね、料理が上手な人がいて、うん、2人できないっていうのも嫌なんで、だったらリレー形式で料理を作っていけば、美味しい料理できるんじゃないかと。これは絆を確かめる企画でもあります。はい、今回、ルールがあるんですけども、はい、1人ずつキッチンに立ってもらって、このルーレットがあるんですね。ルーレットに、10秒、はい、1分、3分、5分っていう分数が書かれたルーレットがあるんですけど、はい、自分の順番が来るたびにルーレットを回してもらって、はい、出た分数分の間だけ料理ができます。はいはいはい、はい、だから10秒が出たら開始してから10秒経った瞬間に次の人にバトンタッチ。何すりゃいいん。その間はさ、うん、そこで見るじゃなくてさ、うん、もう別のとこっていいんだよね。そう、何を作るか分かっちゃうと、そうだね、企画が成り立たないので。なるへそ。ちょっと古いんだから。なんで一人がキッチンに立ってる間は別室でカメラを回します。はい、はい、ということで肝心な順番なんですけども、はい、私はルナが一番行った方がいいと思う、うん、ルナがまず目的を決めた方がいいと思う。そう、料理を決めてほしい。一番でルーレットで出た秒数だけやな。そう、オッケーオッケー。そこで5分引いたらめっちゃ熱いってこと、うん、コントロールできるからね、この料理界を。やっぱそうだよね、出だし行ってた方がいい。一周だと短すぎるので今回2周して料理を完成させたいと思います。はい、ということで早速やっていきます。はい、ということで早速やっていきたいと思います。私はもう料理は決まりました。これがある時点でみんなが作れるであろうってものをちょっと選んだんですけど、バリバリ簡単です。もしかしたらルナがこれ5分引いたらできちゃうかもしれないぐらいの料理を作るんですけど、本日違うこれを回さないといけないんでした。早速回していきたいと思います。どう？5分がいいな。この5分を使って今からタイムを測るので、リレー方式なんで後ろにバトンをタッチしないとさ面白くないと思うので、いい感じにやっていきたいと思います。はい、ということで別室ルームです。今技師は台の方をしに行っています。ほら、うんち何をしてるの。早くしてよ。なんか問題出して。うん、それでは、よーい、スタート。使うものを置いといて、さすがにさ、ちょっと気づくんじゃない。これをあえてバラバラに置いとく。アヒージョを作っていきたいと思います。いや、でもどうだろう、アヒージョってなったらめっちゃ簡単すぎるのかな。もっとネロ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 、焼きそばもできるし。どうしたらいいの。どうしようキャベツ、ピーマン、じゃあ2個作っちゃう。2個もパパってじゃあ作ります。オリーブオイルをめっちゃ入れて、これはこっちでほったらかす。あ、時間がない。もうやばい、頭動かしくなっちゃう。じゃあ2個もパパって作っていきます。焼きそばを作っていきます。で、一品の方がいいのか。でも簡単やから作れるであろう。これじゃあもう終わるかもしんない。やばいぞ。材料だけあってあとは任せます。やばい、1分。え、こんな大満なの。5分って結構取った方なんだけどさ、全然ないじゃん時間。具だくさんにしたいので、どうしたらいいんだろう。なんかアヒージョに入れるべきか。これはということで、ルナが何を作っ
ってるか、はい、私たち全く知らないんですけど、わからないです。とりあえずこちらで待っていきたいと思います。こ、はい、の間暇なので、私が岸田にお勧めしてもらって見てるナルトクイズを一緒に出題してもらいたいと思います。はい、最近のナルトを見て、現在がジライアとナルトとサスケとイタチとキサメがいる状態だね。はい、そうです。そこまで見たと。はい、ちょうどね、サスケが腕をおられるシーンなんで。はい、そうです。じゃあそこまでで問題、じゃあ簡単なやつからいきます。はい、ナルトが封印の書を持ち出して得得した忍術は何でしょうか。影分身、なんとか影分身だったはず。なんとか影分身ですよね。多重影分身の術。お、正解です。よし。ちなみにこれも1回目じゃなくて結構問題出してたんですよ。はい、水木先生とかはちょっと惜しくも三月先生って。そうですね、ちょうどいい問題かな。犬塚キバの連れてる犬の赤丸。おお、よっしゃー、クイズノック出れますこれで。クイズノック出れる、出れます。ずっとポテトチップスを食べている赤道長治。違います。赤道って言った。うん、あ、違う、あれ赤…あ、違う違う、秋道長治。おお、正解。じゃあその秋道長治のスリーマンセルの人を答えなさい。山中伊野。おお、あれあれなの、影の人がずっと名前出てこなくて。最初の文字ください。名字ですか。名字な、な、あ、なら鹿丸。おお、人気高いな。え、かっこいいよね。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいんだよ鹿丸。グラスさんに言ったんだけどさ、何よりの虫なの。無理かも、これちょっと終わった。とりあえず分かるように、こっち入れまくろ。あ、ニンニクを入れてれば多分分かるはずです。これではミスったやり方。やばい、これミスった。やばい、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 やばい。とりあえず使うものをここにやります。無理だよこんなご飯。じゃあこのままここに置かせてもらいます。あとはお任せします。用意スタートで見るわ。なんか揚げ物の武器を出すけど。それじゃあまだ見てないんでルーレットいきます。せーの。この長さってことは結構ナルトの話ミュートしてたからルナ5分だったな絶対。ということで僕の結果1分。頑張れ。じゃあいきます、用意スタート。何だ、揚げ物してる。とりあえず手洗ううんこしたから。やばいやばいやばい。レナが戻ってきました。はい、別にしないか、料理の匂いはするよ。あ、ちょっと待って、ニンニク使った。ペペロンチーノとか。くさくさ、ニンニクの料理ってなんだ。ってことは使ったな。もう言わない。でも料理はルナが決めてるんだもん。そう、意外とね、うん、5分時間ないよ。ガチ大丈夫だった。この休日は何をしていましたか。土曜は久々ピラティスとエステに行って、うん、土曜日の夜飲みに行って。ルナが。そう、珍しい。そう、飲みに行って、うん、日曜日は美容室に行って、うん、で月曜は案件撮影。ああ、あんまり住んでないかも。確かに。飲みに行ったの。そう、外に飲みに行ったの。うん、珍しいね。そう、2杯だけ。すごい。なんだけど全然なんか記憶飛ばすもなかった。ああ、ベロベロもなかった。やばいやばい。卵一応なんかちょっとミユ困らせますわ。これ卵を添えるだけでミユを困らせることができます。で、キャベツもこれ多分使い終わったキャベツだからみじん切りにしとくわ。なんだこの包丁。とんかつ屋のキャベツってなんであのみじん切りなんですかね。思いません？あれやりすぎじゃないですか。はい、飲みましたよ。ただミユとナルトクイズしたっけ。最後ネギだけ置いとかしてください。マジ？ワン切りしとくか。私ね、万々歳でね、冷水飲み会したいんだよね。なんやかんやでさ、やってなくない？そう、この間ヘラヘラの、うん、マリナちゃんのさ、プロポーズしてもらったってこと
宿だっけ、沖縄の、ね、そうそうそう、宮古島、うん、宮古島のヘラヘラメンバーでみんなでベースしてる動画があって、うん、あれがもう一番万歳でもやりたいと思って。なんやかんやでやってないじゃん。やってない。その一回さ、あったのがギシミュでさ、ルナがまだ未成年の時にベロベロでなって質問コーナーとかやった時はさ、ボスになったじゃん。そうね。あの時はもうキャラがさ、うん、お互いミュウちゃんはどういうキャラ、ギシ君はどういうキャラとか、うん、え早っ、やばい、めっちゃ続き気になってたんだけど、ルナの会話の。大変な話。じゃあ行ってきます。いらっしゃい。お前絶対1分とかだろ。正解すぎ。はい、ミユの番です。じゃあルーレットを回します。回してから見ます。行きます。おしゃ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 、5分です。はい、ということで5分いきます。よーい、スタート。え、多分炒めるよなこれな。多分これかき混ぜて野菜炒めやな。これ野菜炒めでネギを切ろうとしてたんだな。ネギを切って、わかんない、マジでわかんない。たこ焼き、ネギ入れました。でキャベツ、キャベツ結局やめたんだ、千切りをやめたのね。で肉やね、これ。待って、あれなんだっけ、あそこで有名な料理の名前なんだっけ、オムレツの中にそばが入ってるやつなんだっけ、オムそば、オムそば違う、オムそばじゃない、なんかめっちゃまずそうだな、これ。これか、これをめっちゃ粉々にこして、これラーメンじゃね、これラーメンやん、やばいって。これに麺を入れて、これでオムレツの中に入れる具材になるんちゃう、これ多分。肉も入れるのか。私料理完成できる気がする。手当てみよう。お肉、お肉、お肉、焼きそばか。え、5分前、あと2分半。肉切って、麺入れたの間違えたかもしれない。やっぱり間違えてますよね、絶対。何だったんだろう、っていうかめっちゃ卵くっついてる。これ炒めてて、次の人に使う材料をまな板の前に出しときます。卵、あっただよーって存在よね。出して塩コショウ、塩コショウして、うわー、うわー、無理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 。次の箸、あと1分、やばい。これ絶対わかるよね、これいける気がする。多分料理変えちゃったけど、ニンニク使ってなくねるな。え、私何作ろうとしてんだ、汚い、本当に私って。汚い女。よし、いいんじゃないですか。残り20秒です。もう私はゆっくりこれを炒めます。勝ったね、これ。7秒、6秒、5秒。あ、もう汚い、本当、こっちまでください。終わりました。 OK、 じゃあルナにバトンタッチしたいと思います。ということでやりたいと思います。ちょっと待って、何これ。タイム測ります。5分じゃないと一生これ料理終わんない気がする。あ、まあまあまあ、3分もらいました。よし、よーい、はじめ。油油油油、どうなったらこうなの。なんだよこれ、やばいって。何、どうやったらこうなの、本当に。いろいろ無理なんだけど、じゃあまあ42秒手でいっちゃいます。エビたくさんで22秒でしょ。もしかしてソースがない、ここには。いやー、これしかできない。ピピってなったみたいです。じゃあここでちょっと交代します。さすがにこれはもう分かれるでしょ。これも交代します。よっしゃ、またグツグツ。それじゃあ、行きます。ストップ。今回一気になったからね、まあ、なんかもういたずらする余地しかなかった。5分です。じゃあやっていきたいと思います。何で作ってるの、これ油、違うよね、これ油なの、揚げてるの、揚げ物だよね。アヒージョか。ニンニク入れてないけど、ニンニク入れるか。
なるほど、アヒージョ作ってるんですか。いやでも遅いんだよな、あと焦がせすぎだなこれ。アヒージョだけは美味しく作れます、僕プロフェッショナルなんで。こっちっすね。あ、麺だ、焼きそば、焼きそばか。ラストミユなんで、もう一品追加しようかな。これ焼きそばか、焼きそばミユなの。もう一回卵入れてみようかな。さっきの卵はどこにある。ちっちゃくある。もう僕の好きな食べ物だけやっていきますわ。ちょっと一旦困惑させたいんで、心の中もいいと思うんだよね。しかも焼きそばのソースも別にないし。一旦トランプみたいなのやっていきますわ。次ですよ、問題は。わあ、どうしよう、むずいな。結局このフェイクには騙されなかったんだねっていう。ちなみに僕のおすすめアヒージョがあって、白だしの長ネギアヒージョっていうのがあるんで、今度お見せします。てかそうだ、バケットやん、バケット作んないと。うわー、なんか鶏肉切ったやつやだな。まあちっちゃいことは気にせず、あいつらは気づくかどうか検証したいと思います。これここ使います、今度使います。これに気づいてほしいね。焼いてたんだっていう。一応、いや卵持っちゃうんだよな。でもアヒージョ完成、焼きそばソース入れるだけだからまだしなくていい。幻想的にします。ちょっとあ、ちょっと幻想的に、フェイクとして僕がスペイン行った時に買ったお土産、まだ食べてくれてないんで、そんな置いときます。最後ミューに任したいと思います。せんよ。私がラストなのでここで、やっぱあいつ5分じゃねえか。いけ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 、ストップ。やばい。1分だ。てかもうここ答え合わせですよ。いいよ。え、だってアヒージョと焼きそばでしょ。一応トースト入れといて、トースト焼いてるバケットとして。でも気づかなかったら焦げてくっていう。出したの？そう。うわ。あれ気づかなかったら焦げてくっていう。焦げるじゃん。あいつの時間なんどんくらいなんだろう。いきます、よーい、スタート。わかんない、当てたアヒージョや、当てたアヒージョ。1分っぽい反応だったけど、ね、え、どうしよう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 。これもういいやろ、これもいい。あ、アヒージョっぽい、アヒージョっぽい。なになになに、これ炒めちゃうよ。なに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 入れればいいのこれ、なに入れればいいの。なに入れよ、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 なに入れよ。炒めることしかできない。え、なに入れよ、なに入れよ。ソースソースソース、やばい、いけるいける。でも味付けしてないから豆板醤。やばい、やばいやばいやばい、ちょっと待って、10秒。やばい、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 終わった、終わった。なんもできんかった。待って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 、ブラジルのお土産じゃない、岸のお土産の。はい、とりあえず盛り付けしたいと思います。あいつ何にチョコレート入れた。めっちゃやばい。そうやん。ということで完成です。誰やる。じゃあみんなを呼んで食べていきたいと思います。なんか全部焦げのやつ。ということで料理が完成しました。てん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 、美味しさ。食べる前に一つ言いたい、みんな言いたいことあるよね。めっちゃ絶対あるよね。まず答え合わせをしたいんですけど、一番目ルナだったじゃん。だからルナが料理を決めたじゃん。何を作りたかった。それ言うとこれ合ってる、アヒージョと焼きそば。だから初めオリーブオイルをやって、ニンニクとか分かるように入れてたんだけど、爆発しすぎて蓋で閉めてたの。そしたら次誰もこっち触れてなかったのよ、めいちゃん、むぎちゃん。だから急いで具入れて、次分かるようにした。なるほどね、なるほどね。で、ギシ2番目だったじゃん、俺は何してんだろ、まだ始めてないじゃんって思っちゃって、はいはいはい、とりあえずトンペイ焼きかなみたいな。はい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 、だから卵だけ入れといて、これトンペイ焼きやでっていうサインをミユに送って、その後に、やっぱどう考えてもトンペイ焼きやでっていうので、キャベツをみじん切りにして
お前にダイイングメッセージを残した。私3番手だったんですけど、とんぺい焼き通じました。卵が1個ポンって入ったから、おむそばかとんぺい焼きかなって思って、うん、焼きそばを切って入れたんだけど、みじん切りのキャベツは、あ、間違えちゃったんだみたいな、置いてこうと思って、でキャベツ、キャベツ結局やめたんだ、千切りを。次、オムレツにする卵を2個お皿の中に入れて隠しました。前卵入れてなかった、これ1個入ってたから、とりあえず1個混ぜてたんだけど、包む用の2個を入れておいた。麺と混ぜたってこと？そう、もう入ってたんよ、1個は。そういうこと、こういうこと入れたって。あ、そう、こうで。あ、そう、だからか。そうね、行った時に、うん、なんでこんなになんかパサパサしてんだろうみたいな、何してんだろうと思って、うん、めっちゃ迷ってたんだけど、そういうこと。ベルナは何した？その次。その次？うん、お肉足して、もやし足して、うん、水入れてとりあえずバラバラにしようと思って、はい、やります。はい、で、こっち触れられてないから、うん、こいつの存在しちゃう。こいつはマジで、むずすぎた。マジわからん。一周目ただの油かと思ってた。だからもう分かるように、エビとかめっちゃ入れて火つけてた、うん、なるほど。そうで、次岸の前に行くね。言っていい、うん、私が行った時の状況、ピーマンが元気に立ってたの、マジフライパンの上で。で、こいつ火も消さないで行って、ブラジルのお土産のチョコレートのお菓子が置いてあったのよ。うん、スペインな。あ、スペイン、スペイン、うん、お前だろ、この匂いの原因。え、違うよ。あ、お前まだ原因分かってないの？焦げてる原因。うん、最悪や。行けよ、お前、早く。まだ料理中だよ、じゃあ。見た？見た！見た？本当になんか。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、説明させてほしい。はい、火つけっぱやんってなって、全部消したつもりだったの。うん、なんかずっと一個だけポコンって出てて、うん、消したよ。なんやねん、このボタンつって。うん。なにこれ！いや、これはちょっと待ってくれよ。俺、ミユに最後託してたのに。これアヒージョのバケットだぞって。どうやって託した？気づくかなっていう。気づかないよ！気づかなければ焦げていくっていうシステムを。うん。しかも、お前、最後の週でやんなや。やばい。臭い。もうボロボロやん。で、これも味付けした？いや、これもめっちゃ唐辛子かかってたんよ。あ、もう何してんの、マジで。しかもめちゃめちゃかけたてほやほやのまんま混ぜないでかけてあったよ。だから味付けしてくれてんだと思って。味付けしてないっすよ。やばいって。いや、味付けは任せたん、逆に。わかんないことしないで。まだソースかかってないから、うん、色とりどりにしようって思ってピーマン立てて、うん、唐辛子を軽く振っといたの。あ、一回食べてみる。食べよっか。食べよう。アヒージョも味付けないもんな。え、ニンニクの匂いしたよ。入れて、俺。え、その後さ、塩とかも。あ、入れてない。でも多分一番美味しいんじゃない、これが。ね、食べてみて。これいくわ。いや、なんでお前三杯いくわみたいなノリでさ、一番美味しそうなこれ、これいっちゃうわ。行ってきますじゃね。いただきます。いってらっしゃい。まあまあまあって感じ。なんかほんとオリーブオイルにエビつけただけっていう。一旦これいっていいじゃん。じゃあこれ食べてみる。チョコレートどこやった？あのチョコレートはフェイクだよ。何言ってる？だから、バリバリ言ってる。焼きそばの音じゃない。ピーマンとかごめんなさいみたいな味。ちょうだい。まだ生でしょ、絶対。なんか切ない味する。全体的に切ない。うん、でも失恋してる、こいつ、うん、涙でね、前が見えなくて料理作っちゃったかなって。調味料っていうか、これがマジでない料理。ほんと、塩分がない料理。うん、食べなよ。まあ、これ私が焦がしてしまったし、これはこれで、なんか企画に使えそうだし。使えないだろ。パンからこんな音がするもんでしょうか。だからうまいと思う。酒の味する。一瞬回って酒の味する。マジで酒の味する。何だっけ。スピリタスみたいな濃度がめっちゃ濃い酒の味する。お前入れた？マジで入れてない。え、ちょっと食べて。後味うーんってやって。焦げの味じゃなくて。いや、パンということで失敗。成功やろ、これどう見ても成功やろ。失敗です。ということで失敗しました。はいはい。食材はめちゃくちゃあったんですけど、やっぱ調味料なさすぎました。誰も味付けに加わってないっていうのが。塩コショウしか見つけられなかった、うん、これソースあるかなと思ってなかった。いやね、そう、なかったの。ソースも任せたんだよね、ミユに。全部さ、任せないみたいな、うん、そしたら私が全部さ、失敗したみたいになるやん。あとは誰も味見しないっていうのが悪い。確かに確かに確かに、うん、みんな5分と3分だった。これ1分と5分。5分と1分。いや、お前一番長い。一番長いわ。いや、でも、知らない。こういうのを糧にして、うん、今後本当に料理頑張っていこう。もうボロボロ、はい、今日。ということで、これはしっかり食べましょう。はい。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画も楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。